さんもお風呂入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェ、シーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え、頑張ったお客さんたちでにぎわっています。ということで、まだ起きている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシープのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、 アプリはリスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージはのんのん IGQ@gmail.com、 nonnonig@gmail.com までお待ちしております。 X でもハッシュタグシーパルシープをつけてメッセージをくださると嬉しいです。それではお時間まで、私のんのんしゃべりに皆さんお付き合いください。皆さんこんばんは。台風が一個大きいのが過ぎ去ったと思うと、もう一個できて、またもう一個できるんでしたっけ？できたんでしたっけ？なんかすごい台風ラッシュが続いていますが、皆さんどうお過ごしでしょうか？もなのです。早速今夜で第16回目になるんですけど、このシーパルシープの第16夜の、なんの本日のおすすめは秋です。ちょっと早すぎたかなと思いました。このテーマをやるには早すぎたかもしれませんが、皆さん知ってますか？今週はお芋ラッシュですよ。お芋とバーガー屋さんはお月見バーガーラッシュですよ。9月4日が私はピークだったかなと思ってて、マックのお月見バーガーがスタートした日、水曜日、9月4日水曜日と、スタバの新しいフラペチーノとかいろいろ出ましたね。まだ飲んでないスターってな、早く食べたいなと思っていますし、9月って知ってます？皆さん一番いい月なんです。まあ私にとってはですけど、皆さん、まあ一番いいなって思う月、まあ12分の1であると思うんですけど、1年は1月から始まって12月で終わる12ヶ月なので、私は9月が一番いい月だなって思うんですね。まあ理由は単純なんですけど、誕生月だからですね。もうテンション上がるよね。でもまだまだなんですけど、誕生日はね、年取っちゃうって年々思うようになりました。でもまだ年取るの、誕生日来るのが嬉しい方が勝ってますけど、これがだんだん誕生日なんてちょっと嫌な日に、年取っちゃうから嫌な日になっちゃったり、仕事とかで気づいたら今日は誕生日だったりとかあるのかなと思いました。ですけど、なるべくそうはならないように、自分が年取るっていうのを喜べるような人間になりたいですね。もう多分散々言われてると思うんですけど、もう9月って早くないですか？ちょっと2024年
足早すぎだよって感じですよね。もうちょっとゆっくり、持久走くらいゆっくり走っていいよって感じがします。なんか1月とか最近だったよね。っていうか逆に遠い気もする。なんか1年2年前ぐらい、早すぎて、早すぎてね、逆にこの期間がもっと長かったような気がしますけど、残り何ヶ月ですか？10、11、12、3ヶ月皆さんどう過ごしますか？3ヶ月しかないです。2024年、2024年っていうのに1月には全然慣れてないじゃないですか。やっと9月になって2024っていうね、この響きに慣れてきたかなと思うと、もう終わっちゃう。でも今年はオリンピックもあったし、なんか2024年って聞くタイミングはもしかしたらいつもよりは多かったかも。あ、わかんない、そうでもないか適当に言っちゃダメだね。だけどなんかやっぱ年々早いですね。みんな言うけどさ、年々早い本当に。どうしたらいいんだろう。充実してるっていうことでいいんですかね。まあ、1日なんて秒、もうやっぱね、年取ると積み重ねてきた年月が長ければ長いほどね、分母が大きくなりますから。まあそりゃ5歳児にとっての1日と私にとっての1日、50歳の人にとっての1日、みんなそれぞれ感じる速さは違いますよねっていうのは当たり前なんですけど、その当たり前だよねっていうのより早すぎて、早いのがもう飛び越してて、もう本当に早い。最近よく、最近もラジオではよく早いねっていう話も聞く気がしますね。みんなね、もうどう、私まだ二十歳ですけど、二十歳でこの速さだったら40歳50歳60歳になっちゃうとどうなっちゃうんだ。逆にね、老後とかになると遅くなってたりするのかな。なんか時間がゆったり流れて素敵な、老後っていうテーマもいいですね。老後、理想の老後、ちょっと今度やりましょうか。来週のテーマはもう決めちゃったので。で、あ、そうだ、めっちゃ脱線しましたね。秋ですね。今週の秋っていうのはひらがなの秋にしてるので、まあ何でも、秋間の秋でもいいし、季節の秋でもいいし、てか秋は本当に食べ物が美味しい。さっき言ったスタバとかの芋、お芋系のスイーツもそうだし、私一番好きな野菜がかぼちゃなんですね。かぼちゃってもう旬中の旬じゃないですか。旬オブ旬、もうね、いっぱいこれからかぼちゃがいろんなとこで出てくると思うと超嬉しいです。で、お芋も好きだし、でなんかファミマだったかな、でなんかお芋のピザ、フォカッチャみたいな、なんかレンジでチンするやつがあるらしくて、あれめっちゃ美味しいらしいですよね。まだ食べてないけど、もし食べたこといたら教えてください。ね、でも沖縄まださ暑いから秋あるのかな今年は。
私秋だけに履くワンピースがあるんですけど、赤い。秋とかまあ着る機会ないからさ、あんまり。春とかにもちょっと着ちゃってるけど。けど本当は秋に着たいんですよ、そのワンピース。赤くて、で、長袖で、で、花柄のワンピースなんです。だから秋に着たいんですけど、今着ると暑すぎるし、まだ夏って感じだし、本当にこのテーマ早すぎたかも。ごめんなさい。でも9月になってるし、マックは月にマークをやってるので秋って、今日だけは秋って言っても許してもらえないでしょうか。許してほしいですね。まあ誰に許しを求めてるんだっていう話ですけど、じゃあそれではメールに移りましょうか。じゃあ今週は2通ありがとうございます、来てるので順番に読んでいきますね。皆さんこんばんは、ラジオネームたかぼです。こんばんは。私の好きな季節は秋です。いいですね。一番優しい時期です。しかしこんな優しい時期にもかかわらず短いんですよ。そうですね、それが秋のいいところであり悪いところであり、悪いところって悪いところであり。でもな、私秋も好きなんだけど、秋ってみんな好きだから、秋って言うの、秋好きって言っちゃうのずるいかなって、なぜか反骨心が芽生えて、なんか逆張りしちゃって言えないんですよね。なんかその誇り高く秋が好きですって。だから言っていいんだよね、高子さんみたいに。でも誰も理解してくれないこの感情を。はい。体も動きやすくなるからサッカーにはもってこいの季節ですね。そうですね、高尾さんはサッカーの審判員をやられてる方なのでね、食べ物も美味しい食材が豊富になりますよね。だから秋は飽きない。あー、またナチュラルな、ナチュラルなダジャレを入れてきてますね。沖縄は秋が長そうだから期待したいですね。え？長くないんじゃないですか？え、めっちゃ短いイメージでしたけど。だって紅葉もないですし、ほとんど。私だけかな、そのイメージ。私だけかも。秋が短いイメージ。まあ、秋違いだったら、無視してね。いや、全然私が、ひらがなでねやっちゃったから、なので全然合ってますよ。秋、ありがとうございます。メール、やっぱり秋はね、やっぱり食べ物がいいですからね。みんな秋の食べ物何が好きなんでしょうか。私かぼちゃが好きですけど、栗ご飯もめっちゃ好きだし、なんかなんだっけ、炊き込みご飯、秋のさ、物入れて、栗、絶対お芋を入れても美味しいでしょ。たけのこね、たけのこもめっちゃ好きだから美味しいですよね、たけのこ。ちょっと食材で盛り上がっちゃった。食べたくなってきました、さっき夕飯食べたばっかりなのに。たかぼさん、ありがとうございました。じゃあ次のメールに行きます。のんちゃんこんばんは、やんきちです。やんきちさん、ありがとうございます。こんばんは。今夜のテーマ秋、さっくり言って食欲の秋&芸術の秋かな。秋に関わらず年中なんだけど。好きな音楽を聴いたり映画を探すのに秋の夜中にはぴったり。そうですね、芸術の秋も言いますよね。食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋でしたっけ。まあ秋って〇〇の秋って言われがちですけど、皆さん何の秋ですかね。
私は食欲の秋、あ、読書の秋もありますね。でもやっぱり食欲の秋ですね。あと、やっぱさっきも言ったんですけど、秋にしかできない服装とかしたい。なんか赤とかさ、茶色のやつとか着たいですけど、もうちょっと涼しくなってくれって感じですね。ね、季節じゃない、気温がいい感じだからね、秋。しかもそれが短いから切ない。もう気づいたら夏から冬になってるからね。しかも多分温暖化でどんどんそんな感じになっていくと思っているので、どうにかこうにか今のまま現状維持、まあ現状維持にとどまらず少しずつ平均気温が下がっていくといいですけどね。じゃあそんな感じで本日のおすすめは終了いたします。次のコーナーに移りますね。それではコーナーの方に移ります。本日の店内 BGM。 このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。早速本日の店内 BGM を紹介します。チェルミコさんで3番。皆さん、チェルミコさんで3番、心地よい感じで、いい感じで聞いてくれてますかね。じゃあそれではまずチェルミコさんについて軽くご紹介いたします。このシーパルシープでは紹介するのは2回目なんですけど、その1回目が第10夜虫っていうテーマでやった時にやったんですけど、聞き直してみるとなんか私が喋りたいことだけ喋っててなんか経歴とかどういう人たちなのかっていうのをちゃんと伝えられてなかった気がしたので、もう一回この場を借りてご紹介いたします。なんかでもこの回結構 YouTube でよく再生されてて、私のアーカイブの中では上位なんですけど、でもなんかそんな手応えがあったわけでもなくって感じでね。もう何がすごく回るのか、再生回数がね、皆さんに聞いてもらえるのか私にはもう分かりませんなので皆さんね、残りの回というか、YouTube とポッドキャストにアーカイブがありますので皆さん聞いてもらえると嬉しいなと思います。それではちょっと本題に戻りまして、チェルミコさんについて軽くご紹介していきます。 MC レイチェルさんと MC マミコさんの2人のラップデュオで、様々な CM ソングも手掛けていますね。最近だと丸亀製麺とかのうどんのやつですね、うどんのシェイクするうどんのやつとか、爽健美茶の爽健美茶のラップっていう曲出してたりとか、さまざま CM ソングも手掛けていて、何より今回流した3番を含めるアティナツEP っていう EP を7月24日にリリースしてて、9月6日、昨日ですね、9月6日からはこの EP を引っ提げてアティナツツアー（残暑）っていう
ツアーも開催しております。あとポッドキャストでですね、オールナイトチェルミコのオールナイト日本ポッドキャストっていうラジオやっててめちゃくちゃ面白いんですよこれはこの YouTube に載ってるアーカイブでも結構喋ってると思うんですけど、めっちゃ面白くて、あ、そう、その時は私は全然追いついてなくて、で追っかけ再生してたんですけど、今は最新回の1個前の週の回まで来ました。めっちゃ面白くてね、ずっと聞いてたらもう追いついちゃいました。1年分くらい聞きました。めっちゃ面白い。しかもね、 YouTube もやってて、あとハンバーガーって、それもね、なんかゆるい感じで、なんか Vlog みたいな感じで2人でおしゃべりしてて、もうおしゃべりがチェルミコは面白くて、チェルミコさんで、しかも曲もいいんですよね。そのなりそめはこの前あげた YouTube アーカイブでもっていうか、そこがメインに喋ってるので、そこを聞いてほしいんですけど、今回の3番って曲皆さん聞いてもらったと思うんですけど、めちゃくちゃ良くて、夏、チェルミコさんらしい夏曲っていうか、かっこいいラップも入ってて、で私サビのところの、サビ終わりかな、レイチェルさんが歌ってる高い声のとこがあるんですけど、最初そこをなんか誰かスペシャルサンクスで入ってるのかなって思って、レイチェルさんのその声をに聞きなじみがなくて、でレイチェルさんが新崎浦さんっていう方とやってるもう一個のラジオがあって、 J-WAVE でやってるミュージックブルームっていうんですけど、そこでレイチェルさんが話してるのを聞いて、え、ここレイチェルさんが歌ってるの、こんな、こんな綺麗な声って惚れましたねなんかもういつもかっこいい二人のラップとかサビとかしか聞いてなかったから、へーって思って、失礼ながら驚きました。あと歌詞がめっちゃなんか元気な夏って感じじゃなくて、まあ、ちょっと色気のある感じで、お二人もそんな感じで作ったっておっしゃってたので、でなんかなんだろうな、一味違う夏にした時とかドライブにもめっちゃいいと思うし、そんな感じの曲でした。もうこれを出るのは私は楽しみにしててね、だからあと2つ曲入ってるんですけど、そこもその曲もめっちゃいいので、今日はそれを多分もうかかったかな、どっかで私がかけてると思うので、それもね聞いてみてください。あ、そう、言い忘れてたんですけど、このシープルシープのオープニングもチェルミコさんの曲なんですね。 EGVG いい曲で頑張って私カラオケで歌えるように練習したんですけど、ラップの部分がやっぱ難しくて、採点を入れるとやっぱダメですねでもめっちゃ自分の中で盛り上がるので、一人で入れて、一人でっていうか、まあ最近は一人で行くことが多いので、一人で入れて、もうオープニングからぶち上がって、もう運転してる時とかも、チェルミコ EGVG 来たーみたいな
イエーイって一人で歌ってるんです。私はもうチェルミコさんの何かしら声、何の媒体でも曲でも YouTube でもラジオでも声を聞いたり、もう話し声でも、もう声を聞いたらテンションがなんかすごい上がって明るくなれるので、いつも明るくなりたい時に聞いてますので、皆さんもそんな夜があればおすすめです。それではエンディングに移ります。さて、そろそろシーパルシープも閉店の時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日もノンノおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週の本日のノンノおすすめは、20代の頃にやっておきたいこと、やっておきたかったこと。メッセージはnonnonigq@gmail.com nonnonig9@gmail.com までお待ちしております。9月10日火曜日の12時、昼の12時までに送っていただけると嬉しいです。これでは皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。